俺たちを満喫してたのは夢だ。目が覚めればしがらみだらけの日本の夜、誰かは知らないが俺を起こすってことは殺せってことだよな。いい度胸。ファイナルラウンドファイト。さて、次の夜まで消えるとしよう。ファイナルラウンドファイト。残響にしとく。平和。まともじゃないよ。行き先は決まったか。地獄に落ちたらエンマによろしく言っといてくれ。ファイナルラウンドファイト。あなたをリベンジです。しかし下手だね。どうも。奈落よりハイ、サンガを越え王子にて藩を出す。山の紋帳によるとあんたの死は確定らしい。逃げるなら。いやあ、奇遇だね、アキハ。こんなところで出会えるなんて。今夜はついてるって言えるのかな。ええ、間違いなく幸運なし。他の人たちはもちろん私なら確実にあなたを殺して満足させてあげられるわ。ああ、いい答えだ、アキハ。お前のように話が分かる奴が妹だなんて、奴が本当に羨ましい。やっぱり兄弟っていうのはこういう関係じゃないと嘘だ。それは互いに隠し事をしないということです。もちろん。それともう一つ、何をするにも遠慮はしないっていうことだな。そろそろ行くか。残響にしとく。まともじゃ。行き先は決まったか。地獄に落ちたらエンマによろしく言っといてくれ。ファイナルラウンド。ファイト。まあ、そもそも形が悪いんじゃないのか。優劣を競うのなら腕の1本や2本増やす覚悟が必要だろ。おね、ファイナルラウンドファイト。つくづく運が良かったな。大凶に当たるなんて選ばれた人間の証だよ。さっ、ファイナルラウンドファイト。そろそろ行く。そらやってくれます。やりますね。そら行くで。逃がしません。はっ。なん、奈落よりハイ、サンガを越え王子にて藩を出す。山の紋帳によるとあんたの死は確定らしい。この数奇な感じ、よくぞ我が前に現れた。あんたか。確かにあんたとの勝負付けはまだだったな。
前回のは、まっとうな殺し合いじゃなかった。いや、あんたたち相手にまっとうな殺し合いもくともないんだが。お前はクチ、私はクラ、互いの要求が噛み合わぬは当然だ。違いない。んじゃま、敗者復活戦と行こうか。あんたの体は他の誰よりもバラシにあるからな。ファイナルラウンド、ファイト。再開と行こう。さあ高くつけ。じゃあ待て待て。さあ高くつけ。よし。ケイオ。しか。ああ、あんたとは一度差しでやり合いたかった。結果も出たことだし、これで未練もなくなったわけだ。となると。あとはもうこれしかないよな。さあ、お疲れ様シキ。邪魔な人たちを片付けてくれてありがとう。ゆっくり、私の雪に埋もれて休みなさい。うん？よくわからない子だね、本当。俺の仕事はここからが本番なんだ。私に逆らうの？あなたは私が作り出した幻なのよ。私を壊したりしたらあなたも消えるのに。知らないよ。誰かが残るとか消えるとか、そういうのは俺の知ったことじゃない。失敗したね、レン。君は生き残りたいのなら俺を起こすべきではなかった。なぜあなたは私と同じ式の中で使われていない部分でしょ。なら全くもってその通りだ。この身は奴の使われない行動原理。俺は俺を呼ぶ者を殺すだけのものなんだ。そんな、なら私は。そう、君は最初の一歩を間違えてしまったんだ。ファイナルラウンド、ファイト。続けましょう。そろそろ行くか。元より壊れやすいもの。夏の雪にちぎれて消えろ。そんなとこにいると鏡は消えた。さて、俺も次の夜まで消えるわけだが。次の夜は来そうにないわね。これがあなたの最後の夜よ、シキ。やっぱり？ま、それもまたどうでもいいや。遊び相手はあっち側の方が多いからね。けど。あら、最後に一戦、私とやる。叶うのなら。先生とやり合って思う存分解体できるなんて夢みたいだ。上等、手向けの花よ。メイドの土産にきっつい一発を見舞ってあげる。ファイナルラウンド、ジャンケンにしてやられた。なんだ、そもそも形が悪いんじゃないのか。優劣を競うのなら腕の1本や2本増やす覚悟が必要だろ。これにて上映は終了にございます。お客様、お忘れ物のないようお帰りください。観客は一人もいなかったが、ま、満足できる内容だったさ。望まれない役者はこのまま闇に消えるとしよう。